ザムトゲマインデ・フレーデンベックは、ドイツ連邦共和国にダーザク先週、シュターデン軍に属すザムトゲマインデである。ザムトゲマインデ・フレーデンベックは、ハンブルクとブレーメントの間のシュターダーゲースト城に位置する。軍庁所在地シュターデの南西にあたる。ヘルムステ地区内に、リュスチェの森の一部を含む。このザムトゲマインデは、西は、ブレーマーフェルで、南西は、 ザムトゲマインでゼルジンゲン群、北西はザムトゲマインで、オルデンドルフ、北東はシュターデシ、東はザムトゲマインでホルネブルク、南はザムトゲマインでハルゼフェルトと境を接する。ザムトゲマインでフレーデンベックはダインステ、フレーデンベック、クーテンホルツの山町村で構成される。ザムトゲマインでフレーデンベックは1965年に成立した。 1972年の地域、行政改革の座トゲマインでフレーデンベックの議会は30議席からなる。この座トゲマインでの長は2014年からラルフ・ハンデルスマンが務めている。ズガラ、金の並体により上限に分割されている。上部は青地に、金の風車。下部は赤地に、金の水車。座トゲマインでフレーデンベックにはいくつかのスポーツクラブがある。 中でも有名なのは2005、6年シーズンにハンドボールブンデスリーガ2部でプレーした VFL フレーデンベックである。このクラブは現在レギオナルリーガに属している。このクラブは過去に2回ブンデスリーガに昇格したことがある。しかしこのクラブはその地位をいずれも短い期間しか保持することができなかった。ザムトゲマインデフレーデンベックには 社会保険支払い義務のある労働者が1447人にいる。連邦道 B74 号線がザムトゲマインでフレーデンウェック内守備下付近を通っている。クックスハーフェントハンブルクとを結ぶ連邦道 B83 号線は本ザムトゲマインで内を通過してはいないが近傍を通っており、このザムトゲマインでにとって重要な道路である。空天ホルツ方面を 修道 L123 号線が通っている。現在建設中のアウトバーン A26 号線では、下ッとハンブルクの中間にあたり、将来は重要な交通路となる。このザムトゲマインでの領域内を、単線の鉄道が2路線通っている。ハンブルクのイグラーベンとブレーマーハーフェン、ブレーマーフェルデを結ぶ路線は、民間のエルベベーザー鉄道交通会社が運営している。 この路線の列車はザムトゲマインデで内ではクーテンホルツ駅とブレストアスペー駅に停車する。この路線の一部列車はブーレーマーフェルデでシュターデ方面に分岐する。この路線は旅客運行を行っていない。週末にモーアエクスプレスが運行されているだけである。この列車は観光用でありシュターデとボルプスベイで芸術家村との間を運行している。この列車は ザムトゲマインデナイのいくつかの駅に停車する。このザムトゲマインデナイの重要な企業としては、RPC 包材、空転ホルツ GMBH やフレーデンウェックの、ダンカースボールテクニーク BMBH が挙げられる。ザムトゲマインデフレーデンウェックに関する報道は2つの、ローカル市に掲載される。日刊誌のシュターダーターゲーブラッドと、週2回水曜日と土曜日に刊行される。 広告詩の家シュターダーボーヒエンブラッドである。クーテンホルツのニュースについては隣接するブレーマーフェルデの新聞も重要である。ザムトゲマインデフレーデンベック内には基礎家庭学校2校と本家庭実家学校がある。この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。